ディーゼル車規制条例とは、ディーゼル自動車などの運行や乗り入れ規制について規定した条例のことである。地方公共団体がディーゼル自動車による公害拡大を防ぐために制定された。環境規制に適合しないディーゼル自動車は、対象地域内を運行することができなくなることを規定している。排出基準を満たさないディーゼル車を運行させた者には、運行禁止を命じられ、 命令に従わない場合は、罰金が課せられる。旧式のディーゼル自動車でも、粒子状物質の規制についてのみであれば、ディーゼル微粒子補修フィルターを付けることで、運行規制対象から外れることが可能である。このような改造を行った車両には、適合証明ステッカーが重付される。なお、2007年までに生産された車両が対象であり、 これ以降に生産された現行の平成22年、排出ガス規制に対応するクリーンディーゼル車は対象外である。当初部は除く。燃料の種類は問わないが、登録後17年が経過したバスのみが対象。規制対象の道路が行き止まりであり、通過交通自体が存在し得ない。ディーゼル自動車に限らず、ガソリン LPG 自動車も規制の対象となる。 豊野郡の瀬町、豊野町、南河内郡大使町、河南町、千早赤坂村、仙南郡三崎町は除く。規制対象区域内で荷物の積み下ろし、人の乗降、作業などをする場合のみ、規制対象となる。ディーゼル自動車に限らず、ガソリン LPG 自動車も規制の対象となる。ただし、中華大下の自動車、一部の特殊用途自動車は規制の、 対象外となる。規制地域は、神戸市灘区、東灘区、芦屋市、西宮市、尼崎市、伊丹市。ただしこれらの市区町村でも、工業専用地域、臨港地区は除く。阪神高速5号湾岸線、ハーバーハイウェイや一部で、伊丹市を通過する、中国自動車道、国道176号、阪神高速11号池田線は、 規制自体の対象外、ありがとうございます。